こんにちは、榎本美沙です。今日は春の豆キーマカレーを作りたいと思います。グリーンピース、スナップエンドウといった春のお豆をたっぷり使って鶏肉で仕上げるキーマカレーです。煮込む時間もあまりなくですね、手軽にできますので、思い立った時に作ってみていただけたらと思います。材料の説明です。まずこちらグリーンピース、さやから出したものになります。そしてスナップエンドウ、鶏ひき肉、今回はもものひき肉と胸のひき肉を混ぜています。お好みの方で大丈夫です。そして玉ねぎ、トマト、生姜、ニンニク、トマトケチャップ、醤油、塩、カレー粉、そしてサラダ油、そしてご飯になります。はい、まずスナップエンドウは筋を取っていきます。この上の部分をパキッと折ってスーッといくと筋が取れるので、このようにしていきます。ではですね、スナップエンドウとグリーンピースを茹でていきます。たっぷりのお湯に塩少々、分量外で入れたものにお豆を入れていきます。こちらで2分程度茹でていきます。はい、ではお豆は茹で上がったらザルに取っておきます。はい、スナップエンドウは開いて半分に切っておきます。この丸い方から開くと綺麗に開けるので、そうしてください。こう開くと豆が均等にいきます。で、開いたら半分に切っておきます。では材料を切っていきます。まず玉ねぎはみじん切りにしていきます。トマトはですね、ヘタを取って角切りにしていきます。生姜とニンニクはみじん切りにしていきます。はい、では炒めていきます。サラダ油をフライパンに入れて、こちらを強めの中火で熱していきます。まず玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎは最初に油をなじませたら、一度あまり触らずにですね、焼き色をつけるようにしていきます。ちょっと焼き色がついてきたら、あとは炒めていきます。煮込むカレーと違って飴色になるまでやらなくていいので、この程度で大丈夫です。ここにニンニクと生姜、それから鶏ひき肉を入れていきます。鶏ひき肉はほぐすようにして炒めていきます。はい、鶏肉の色が変わったらカレー粉と塩を入れていきます。はい、カレー粉の粉っぽさがなくなったら、こちらにトマトと醤油、トマトケチャップを入れていきます。こちらでトマトを潰すようにして炒めていきます。トマトの水分を使っていくっていうイメージで潰すようにしていきます。はい、トマトが潰れてですね、全体が馴染んできたら、ここにグリーンピースを加えます。で、グリーンピースはもう火が通っているので、かき混ぜたら出来上がりになります。スナップエンドウは盛り付けてからトッピングをするようにしてください。はい、こちらで完成です。はい、春の豆キーマカレーいかがでしたか？今回は春のお豆をたっぷり使ってさっぱりと仕上げたキーマカレーにしてみました。いろんな季節の野菜を使ってカレーはいろいろなアレンジができるので、これからも季節に合ったカレーの料理いろいろ紹介できたらなと思っています。
これからも季節に合った料理をたくさん紹介していきますので、ご興味がある方はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。